高知学芸高校1年放送部の大原優里です。今日はマンドリン部を紹介します。高知中高生ニュース。今回は高知学芸中学高等学校から、温かく透明感のある旋律を奏でるマンドリン部の気になるニュースをお届け。マンドリン部について教えてください。中学生11人、高校生17人で週に6回練習しています。中学1年生から高校2年生まで一緒に活動していて、とてもアットホームな部活です。マンドリンの魅力は何ですか？みんなで協力して一曲一曲仕上げていくので、定期演奏会が終わった後にはとても達成感を感じることができます。一昨年は全国大会に出場されたそうですね。努力賞でしたが、初めての全国大会だったのでいい経験になりました。以上、マンドリン部からでした。バイバイ。